アルフレッド・ヒッチコックは映画を時間の断片だと考えた。授業に戻ってる。どういうこと？写真は被写体の喜怒哀楽を切り取る。またこの講義を聞かなきゃいけないの？もううんざり。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真。もしかして時間のループから抜け出せなくなってる。わかる人？誰か？ダイアン・アーバスです。パニックっちゃった。一旦落ち着いて。アーバスの作品に捉えられた失意の人々の目には危機迫るものがあります。アーバスは人間を苦悩の存在と考えた。何？なんで誰も気にしてないの？はいはい、騒がない。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンが出来上がる。みんな消えた。これも私が時間を歪めたから。もうわけがわかんない。なんでこれが。これ私だ。嘘でしょ。何これ、ひどい。絶対におかしいって。残念、まだ生きてるよ。嘘でしょ。鳥がこんなに死んで、おかしいよ。死なないよ、ケイト。死なせない。三度目の正直ってわけにはいかないか。夢か現実かわからないけど、写真だけは撮っておこう。レイチェルを見つけた時の写真。マックス・コールフィールド、待ちなさい。コンテストの課題はどうした？さて、この先ずっと僕の暗室で過ごさないかい？君の無垢は僕の感性を刺激する。お互いにとってとても幸せなことだと思うんだ。僕が撮れば自撮りも必要なくなる。私がこんなこと言うわけない。何なのこれ。私たちだけの暗室ですね。外は嵐でも、あそこなら少しも怖くない。僕が君の姿を何度でも捉えてあげよう。一生僕のモデルでいるといい。死ぬまでね。闇の中で幸福を貪ろう。いつまでも無垢な君でいてくれ。レイチェルやクロエのように汚れてもらっては困る。なの、ありえない。現実じゃないよ。で死なせてくれなかったの？それでも友達なの？私がどんなに辛かったか何も分かってない。私の家族まで巻き込んで結局私を一人にしたのは
マックス、あなたよ。そんなはずない。私はケイトの友達だよ。サミュエル、もしねと思ってるにハウスカップニロードムスティ腹の薄いよねリジニアサーダスカスティハウスカレマクナスニアーセマノーズおやねがそこに写真犬しといです。はじかれろ。はしてらすにゃたばとん。はいかんしょってきたせえたらめどは。ほらにろきゅっとしてにげるよ。おめでともうどどこにしたか。はしれたみひきなちたれまうのはらかななみろです。しかし、ウフォン・ソメル。ただ耳をあまとくレディロキを、レフレッチ・ヨハム・ソムスティア・ワシラ。ああ、いや、やじ、サワムベラリ・マカノナ・コリノキ。やなと、やせい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 It's my firehouse, took my wife. It's mine, but my room was. It's more of life than it cost. It's my search, we said.